ここで熱いイベントが開催される。宗像フェス。数々のアーティストが海を目の前に音楽を奏でる。でも他のフェスとは違い、宗像フェスにはこんな思いが。2017年に本登録を目指す、沖ノ島と関連産群の、世界遺産推進事業としてですね、もっとこの世界遺産の価値を、日本全国に広めたいというところでですね、始まりました。沖ノ島は神宿る島として厳格な決め事で守られている神秘の島なんだ。世界遺産登録は福岡県宗像市、福津市共同で目指しているんだ。自然を大切に思う宗像フェスはこんな取り組みも。せっかくですね、この会場が海ってことで豊かな自然がありますので、これはただ単に音楽を聴きに来てくれるお客様にですね、音楽だけじゃなくて宗像の自然を体験してもらいたいというところで、今回は特別にエコチケットという、企画しまして。エコチケットは事前に行われる会場の清掃作業に参加することで割引価格で購入できるもの。全国的にも珍しい取り組みなんだって。収益のすべては、沖ノ島の世界遺産の推進事業と環境保護活動にすべて寄付するようにしています。で、もともと海で育ったっていうのはあるんですけど、中田を PR するイベントをやりたいなっていうのを、思ったのが初めですね。ふるさとの自然を守りたい、残したいという気持ちが込められているんだな。海と日本。